ファミリーコンピュータは、任天堂より1983年7月15日に発売された家庭用ゲーム機。型番は HVC-001。HVC はホームビデオコンピューターの略である。日本国内での略称、略機はファミコン FC。任天堂の公式表記では、JIS の表記ルールにのっとり、コンピュータと末尾の超音を伸ばしていない。 当時の発売価格は14,800円。日本国外では中華民国、香港でも一部を現地仕様に合わせた上で発売された。一方で北米のアメリカ合衆国及びカナダ、ヨーロッパの EC 加盟諸国、オーストラリア、韓国では主要部分の仕様が同一の任天堂エンターテイメントシステムとして発売されている。ファミリーコンピュータと NES は カセットや周辺機器の接続部分の機械的な仕様の違いでお互いの互換性はない。また、ファミリーコンピュータには搭載されてない、海賊版対策回路が組み込まれている。また、2016年に30本のソフトウェアを内蔵し、オリジナルの筐体を小型化したデザインで復刻した、Nintendo Classic Mini FAMILY コンピュータが発売された。日本国外では同様のコンセプトで、 ニンテンドークラシックミニ NES クラシックエディションが販売されている。ゲームウォッチの事業を成功させたニンテンドーがその利益を投入して開発した家庭用ゲーム機である。当時アーケードゲームで人気を博していたドンキーコングが見劣りなく家庭で遊べる程度の性能を目標に設定して開発された。1981年3月。 シャープがオーブンレンジの発売を受けてファミコンを民生用電気機械器具の区分で商標登録し、1983年10月には娯楽用具の区分でも商標登録。その後、娯楽用具の区分でのファミコン商標を任天堂に譲渡した。そのため家電区分でのファミコン商標はシャープが今も保持している。 開発は1981年11月頃より、当時業務用、ゲーム事業の縮小によって、手の空いていた、開発第二部が言った。開発開始の直前に、コレコ社がコレコビジョンの試作品を、ニンテンドーに持ち込んでおり、その性能に開発第二部の技術者たちは驚くと、共に、今後開発すべき製品のイメージとして、コレコビジョンを据えた。ファミリーコンピュータの名前は上村が付けた。 本体にエンジン色が使われているのは当時の社長の山内博士が好きな色だったためで社長命令により決定8ビット CPU を搭載しゲーム機本体のスロットに差し込むロムカセットを交換することにより様々なゲームを楽しむことができる当初はアーケードゲームが家庭でできることをセールスポイントにしており製品パッケージにも家庭用カセット式 ビデオゲームと銘打たれていた。本体と同時発売したローンチタイトルはドンキーコング、ドンキーコングジュニア、ポパイの3本であるが、ほどなくして5目並べレンジュとマージャンが発売され、その名の通り家族みんなで楽しめるラインアップが揃った。その直後に発売されたマリオブラザーズの後は2ヶ月以上新作が途絶えていたものの、 機質のアクションゲーム4本はすべてアーケード版で実績のある移植作であり雑誌評価でも高評価を得ていたアーケードですでに知名度のあるソフトウェアを移植するこの手法は宣伝費の削減に貢献した当時ハム用 IC を搭載していることが多かった他社のゲーム機やパソコン等と比較してグラフィック面に特化して設計されており1980年代 前半のアーケードゲームと比べてもあまり遜色のないグラフィックを高いフレームレートで用ができた。販売状況は発売当初コソップのバグの発覚による出荷停止があり、振るわなかったものの徐々に人気化し1年間で300万台以上を販売した。1985年9月にはスーパーマリオブラザーズを発売。この作品は大ヒットとなり、 本体の販売にも大きく貢献し、家庭用ゲーム機の市場を大幅に拡大させていった。同年、アメリカで NES として発売され、当たりショック以来冷え込んでいた、アメリカのテレビゲーム産業を復活させた。最終的な出荷台数は、日本国外版にあたる NES も合わせて、全世界累計で約6、291万台を記録した。内訳は、日本国内で約一 935万台、日本国外で約4、356万台である。その後、ファミリーコンピュータの一部のゲームソフトは WiiWii、u n i n 3DS の配信サービスであるバーチャルコンソールでもプレイ可能になった。当時の家庭用ゲーム機としては群を抜く、高性能を備えており、本体の記憶域についても複雑なゲームに耐えるよう巨大なスペースを持っていると評された。 コストと性能のバランスを考慮した上で、汎用性を割り切った設計になっている。指揮翼は、アプリケーションのロムカートリッジによる供給を前提に、1 6ロビットの SRM で構成されている。音源は、デューティ比の変更が可能なく軽波と、ノイズ、三角波、d p c m が使用可能になっており、当時の低価格帯の汎用音源を搭載した。 ハードウェアよりも高い表現力を有しており、カートリッジ側とミキシング可能になった拡張スロットは、さらにその拡張も可能にしていた。また、NTSC 信号を直接生成し、スプライトを含むキャラクターに対し、カラーで制御が可能になっているカスタムチップによる設計は、汎用チップで構成された低価格帯のコンピュータやゲーム機に対し、 その発売されたソフトウェアも相まって特にキャラクターが多く動くリアルタイムゲームの実行という目的において大きな優位性を示した。仕様は下記の通り、筐体の演じと白を基調としたカラー配置は当時最も安価な部材の色だったためとよく言われているがファミコンの開発者である上村によると実際のところは山内が好きな色で、 当時3内が着ていたマフラーの色だったという。またプラスチックの筐体はコスト的には廉価だった金属製のボディがあまりにもろかったため強度的に勝るプラスチックに変更したものでコストが理由との噂を明確に否定している。改良後のコントローラ外観十字ボタン、A、B ボタン、スタートボタン、セレクトボタンを備えたコントローラを 本体に直接接続した形で二つ持つ。横長の板状で左に十字キー、右にボタンを複数個配置した形態は、その後のゲーム機のコントローラのひな形となった。初期に製造されたコントローラ AB ボタンは、四角いシリコン樹脂製だったため連打が効かず、ボタンを酷使すると押し込まれたまま操作できなくなる。トラブルが発生していたことから、1984年10月製造分から、 耐久性を増した円形のプラスチック製ボタンへと改良がなされた。また、この四角ボタンの最初期の出荷分に関しては、コントローラーのケーブルが灰色になっているロットがある。RF スイッチは黒いままである。コントローラーは本体に直接接続されているが、本体の内部では基板とコネクタ接続されているため、分解すれば自分で交換することもできる。 交換用コントローラは店頭でも販売しており、ボタンを含むコントローラの外装パーツのみでの販売もあった。コントローラ2にはマイクロフォンを搭載しており、音声認識機能はないがある一定以上の大きさの音声が入力されているかどうかをソフト側で判別できた。この機能を利用した主なゲームには、バンゲリングベイやスターラスター、タケシの挑戦状、ゼルダの伝説、 ドラえもん、スターソルジャー、ファミリーベーシック V3 のサンプルプログラム、ハートなどがある。しかし、これも故障の原因となることがあった。また、本体の製造時期によってオン・オフの判別が逆にされたため、ゲームに有効な形でこの機能を利用するのは困難だったと言われる。後に発売された AV c 用ファミリーコンピュータでは、この機能は削除された。 マイクの機能は開発者が新しい遊び方として将来カラオケのように音声で遊ぶ可能性を想定してコントローラーの一つに内蔵させたものである。マイクの穴は23個あるが左上の穴一つだけが本物になっている。2005年9月13日に任天堂より発売された携帯ゲーム機ゲームボーイミクロのカラーバリエーションの一つであるファミコンバージョンは このコントローラーのデザインが元になっている。また、クラブ・任天堂開演専用景品として、2コンバージョンのフェースプレートも存在する。これを、ファミコンバージョンに装着すれば、2コンバージョンとなる。コントローラーのボタンの数は十字キーを4キー分として、8キーである。その後に発売されたゲーム機のコントローラーと比較して、決して多くないが、当時はこれらの数のボタンを、 テレビ画面を見ながら一度にどうやって操作するのかという論争が一部のゲーム専門誌の中にあった。ファミリーコンピュータの内蔵音源はカスタム LSI の機能の一つである。この音源により奏でられる BGM は電子ゲームのようなピコピコというビープ音によりは格段に豊かな表現力を備えながらも FM 音源などと比べればまだ原始的な電子音じみている。 独特の音色であり、ゲームに対するイメージの一つを作り上げた。PSG と呼ばれることがあるが競技には、I-3 から8910、または、その相当品のことであり、別設計であるパップは該当しない。以下は、ファミコン音源の仕様と実際のゲームでの使われ方を上げる。生成された音声はミキサーを通した後、さらに RF に変換されて出力される。 ニューファミコンではオーディオ端子に出力される。この回路や部品が本体の製造時期によって異なるため、同じファミコンであっても本体によって音量バランスや高音域などの出方が異なる。製造期間が長いゲーム機ならではの現象と言える。なお、RF 変換の際に高音域がかなり減退しているため AV 出力される。ニューファミコンではだいぶニュアンスが違って聞こえる。 一部のサウンドトラック制作では音質追求のため RF 変換される前の信号を直接取り出すよう改造された本体を使って収録したものも存在する。IO を含むアドレス空間が 64KB しかなかったため中期以降のファミリーコンピュータの歴史はメモリサイズを確保するための様々な工夫が施される。ディスクシステムの登場もその一環と言える。 その中でも最も多く使われた方法が MMC である。MMC はプログラムロム及びキャラクターロムをバンクに分割し、必要に応じて切り替えるためのゲートアレイであり、カートリッジ内に搭載されている。MMC には実際に実用化されたものだけでも6種類が存在し、スクロール方向の制御などのプを補う機能のほか、バッテリーバックアップメモリ、 割り込みを発生させるタイマカウンターを搭載したものなどもあった。この方式は同社のゲームボーイにおいても MBC として使用されることになる。MMC と類似の IC はサードパーティー各社で開発されており、コナミの VRC チップ等がある。カセットは長方形で、下部の左右にへこみがある。本体のカセットイジェクト用レバーをカセット側にスライドさせると、 このへこみ部分が本体から押し上げられ、カセットが出てくる仕組みとなっている。取扱説明書によると、電源を符号にイジェクトを使用し、静かに抜き取ると指示があるが、イジェクトを使わず抜いても問題ない。イジェクト機構をわざわざ入れたのは、その仕掛けで子供が喜ぶのでは、という判断によるものである。なお、任天堂が発売するカセットラベルは、 全ソフト共通の模様が付けられ衣装が統一されていたが、後に化粧箱と同じイラストをあしらうように改められ、最終的にはサードパーティー同様、ラベルの衣装は統一されなくなった。カセットは作品によって色が違っており、色以外に独自の衣装を凝らしたものも存在した。大容量のロムを採用した作品は、カセット自体が大きくなっている。 カセットの色やサイズがバラバラなのはソフトメーカーが自前でカセットを作っていたためである。カセットのパッケージは紙製の化粧箱にカセット本体とマニュアルなどを収めた樹脂製の内部トレイを収納した形のものが一般的である。ごく初期に発売されたソフトにはトレイが存在せずカセットとほぼ同サイズの化粧箱に直接カセットが収納されていたがこうした初期ソフトも 再販時にはトレイを使うタイプの箱に変更されている。箱のサイズはメーカーやソフトによって異なっており、標準サイズと比較して微妙に小さい場合もあれば、大型のマニュアルやカセット以外の付属品が存在する。都合上、より大きな箱を使用したソフトも存在している。大型サイズのカセットも同様で、カセットに合わせた大型の箱が使われていた。 プラスチック製のハードケースを採用するメーカーも存在していたがメーカー間での箱のサイズはまちまちであった。こうしたパッケージ面での規格統一は次世代機であるスーパーファミコンで図られていく。ファミリーコンピュータ用カセット。カセットの色や形状はタイトルにより異なる。通信アダプタセットアルカノイド。 専用コントローラファミコンの人気が出始めた1984年頃から早くもハードウェアやキャラクターを立体化した消しゴムがカプセルトイ自販機にて街中の玩具店等で売られ始めたその中には任天堂の巨諾商品があったが文字を一部入れ替えた無巨諾商品も存在したまたポケットファミコンという任天堂巨商品のキーホルダーそして ロッテからは、食玩のファミコンチョコが、サードパーティーによるゲームソフトのボードゲーム等数多くの関連商品が売られた。ファミコンの製造が終了した2003年以降、本体やコントローラーを模した形のグッズが出るようになった。キーホルダー、クッション、時計など様々なものが発売されている。検証プレゼントやプライズゲーム用景品など非売品として世に出るものも多い。 これらは子供時代にファミコンに親しんだ人々を主な対象とし、懐かしさを喚起する商品として企画される。グッズではないが、ゲームボーイアドバンス SP とゲームボーイミクロには本機をイメージしたカラーバリエーションがある。ファミリーコンピュータが発売された1983年、日本では家庭用ゲーム機、並びに低価格帯のコンピュータの市場はまだ黎明期で、 複数のメーカーが争っていた。その中でファミコンは競合製品と同価格帯にありながら特化された設計によりゲームに対しては高い性能を誇ること、ニンテンドー自身の優れたソフト開発力、サードパーティーによる豊富なラインアップを実現したことで他を圧倒する人気を得た。発売初期には家庭用ゲーム企業界内の後発商品としての利点もあった。あたりは ファミコン発売以前に日本で大量の宣伝構成をかけており、テレビゲームの認知度及び需要を大きく上げていた。1984年7月に発売されたハドソンのロードランナーが140万本、同年11月に発売されたナムコのゼビウスが127万本を販売すると、タイトー、コナミ、カプコン、ジャレコなどが相次いでファミコンに参入した。 そして、1985年9月に発売された、ニンテンドーのスーパーマン、これら3本の人気ソフトの貢献で、ファミコンブームに火がつき、1984年度294万台、1985年度411万台を販売。最終的には、累計1、900万台以上という空前の販売台数を記録することとなった。 ファミコンソフトの発売タイトル本数はナムコが83本で1位、2位はコナミで59本、3位はバンダイで58本、4位はニンテンドーで51本、5位はタイトーで49本である。ファミコンが採用しているゲーム機本体とゲームソフトを別にするロムカセット取り返し機という仕組みは1976年に発売されたフェアチャイルドセミコンダクターの家庭用ゲーム機ビデオ、 エンターテイメントシステムがサードパーティーという概念は1977年にアタリが発売したビデオコンピューターシステムがすでに作り上げたものでニンテンドのオリジナルではない。当時のニンテンドの販売戦略としては次のような要目があった。低価格設定手軽に買える価格設定を行い親が子供に買い与えやすいようにする。高性能パソコン的な部分を排除し、 ゲーム専用機に絞ったことにより、高性能化を実現する。ソフトの重視多彩なソフトをどんどん発売し、作品数拡充を図る。ユーザーが常に新しいソフトを欲しがるようにする。当時の任天堂社長である山内は、当初、本体価格を1万円以下に抑えよとの要求を出しており、それを踏まえて、上村らのハード開発部隊は、 徹底的に製造費を下げる方針を取った。一例として、本体付属のコントローラに、当たりのジョイスティック型ではなく十字キー型を選択したのは、子供がうっかり踏んづけても壊れにくい構造にするという理由もあるが、主眼は製造費用の抑制にある。さらに当初コントローラは、コネクタ接続を予定していたが、コスト低減のためにコネクタを省略して、本体自家付けとした。 また、本体のプラスチックが白と赤の2色となったのも、プラスチックの中で最も原価が安いものを選んだ結果である。ただし、本体の色については、3内の指示で赤が選ばれただけで、製造費低減のためではないとする説もある。またそれまでのゲーム機は主にガング流通で販売されていたが、この頃の機種はディスカウントストアでも販売され、価格も値下げされていた。 値下げ前の価格でも敬遠していた一般層がこれを機に購入するようになり爆発的な人気に発展したとされている。ただし値下げ販売を快く思わなかった任天堂は値下げ店への対策として一時出荷を停止している。単純に低下だけ見るのであれば同日に発売された SG-1000 と同程度ほぼ同時期に発売のカセットビジョンジュニア。 と比べれば実に3倍近い価格である。同年に日本で発売された主な家庭用テレビゲーム専用機に限っても2万円を超えるものはほぼ前日のあたり2800くらいしかない。つまり価格そのものは競合製品と同水準であり、前日の低価格は売価そのものではなく、工述するような高いパフォーマンスを競合製品と 同水準の価格で提供したことにある。1980年代前半はまだ家庭用ゲーム機の普及率が低く、汎用の IC チップを流用することが一般的であった。結果として画面解像度は低く、色数も数色程度で画面スクロールの実現も難しいゲーム機が多かった。任天堂は家庭用ゲーム機でアーケードで稼働しているゲームを遜色なく、 遊べるようにするために、当時人気のあったドンキーコングのアーケード基盤を参考に、ゲーム向けに使用を最適化して各種カスタム IC の開発を行った。山内博士は、他社が真似をするのに1年間はかかる、性能を要求したという。コスト要因もあり、CPU の速度やメモリの容量は抑えられることで、汎用性は低い反面、ゲームの表現力に必要で、 コスト負担の比較的少ない要素は搭載した強力な周辺回路の機能により汎用パーツによって構成されたハードウェアに対し飛躍的に表現力を向上させることに成功した発売半年で47万台翌年には165万台を売り上げその画像を崩す家庭用ゲーム機が競合他社から出ることはなかった任天堂が利口に 2年で300万台保証すると約束したためにカスタム LSI の価格を抑えられたという話があるが山内はこの話を否定している。また、1988年に発行された書籍電子遊戯大全によれば、任天堂の2000円で売ってほしいという要求に対し、利口が100万台の生産を保証するなら可能であるが、それ以下であれば、 不可能であるという回答をしたという記述がある。カスタムチップのベース CPU に当初任天堂側はアーケードゲームで使い慣れていた Z80 を希望したが、リコー側は自社がロックウェルからライセンス取得の見通しが立っていた6500人を使うことを提案した。リコーは Z80 のライセンス交渉には相当の時間を要するため、 開発期間が長期化する恐れがある6502を使うとチップ面積が Z80 の1、4になりコスト面で有利なほか日本国内で6502はあまり普及しておらず他社に真似されにくいとの理由で6502を勧め任天堂側でも検証の結果面積を取る Z80 よりも音源電子回路と6502を一つの LSI に組み込んで カスタム化した LSI を採用することで、低コスト化の課題が解決できる、新設計の画像表示用プロセッサとの相性が良い、との理由で6502を採用することになった。カスタムチップの仕様を決めるにあたり、宮本茂のようなゲームデザイナーの要望を取り入れたことも当時としては、画期的なことだった。当初上村らが設計したチップでは、 最終的な本体価格が高額になってしまうことが判明したため、製造費低減策として使用できる色の数を減らしたり、音源の性能を落としたりする必要が出てきたが、この際最終的な色の使用などは宮本が決定したという。このような工夫により製造費を下げつつもゲームの品質を損なわない一定の水準を確保したことも、後の人気の大きな要因となった。 理工が選ばれた背景には、三菱電機で、ニンテンドーと、カラーテレビゲーム15の後のゲーム機用 LSI の開発に携わっていた、ヤギヒロミが理工に移籍し、1980年に半導体事業に参入しており、ニンテンドーと縁があったこと。理工は1981年4月に75億円をかけて、大阪府池田市にカスタム IC 専用工場を完成させたが、 実績不足から顧客を獲得できず苦境にあったこと。リコーは当時機械式副社機を電子化することを予測し最新の半導体設備と技術陣を準備していたがその電子化には多くの時間を要するところから新しい半導体設計をこなせるだけの余裕が残っていた。当時はアメリカを中心にパソコン市場が急速に拡大していた時代で 半導体を生産する日本のメーカーはディーラム戦争と呼ばれていた主機ク素氏の高速化、大容量化の技術競争に巻き込まれていたが、リコーは半導体専業メーカーではなかったことから、その影響を受けていなかった。リコーの半導体事業はファミコンの好調な売れ行きのおかげで好転し、4年で黒字転換した。AVCO ファミリーコンピュータと専用コントローラー、 AV 仕様ファミリーコンピュータの全体 AV 仕様ファミリーコンピュータ用 RF モジュレータ1993年12月1日には新型機 AV 仕様ファミリーコンピュータが発売された。この名称は他のゲーム機ではすでに主流となっていたコンポジットビデオ出力によるテレビ接続が可能となったことに由来する。製品の箱には AV 仕様ファミコンの略称が記載された。 さらにテレビ CM で用いられたニューファミコンの通称もあり、一般にはこの名で呼ばれることが多い。当初は10月をめどに発売される予定だったが、RF 出力からビデオ出力への仕様変更により延期された。北米にて先行発売された NES2 では逆に AV 出力が省かれ、RF 出力のみとされた。AV 仕様ファミリーコンピュータはコストダウンを図った。 電化機として発売されたものの、ディスクシステムなど、従来の周辺機器がほぼすべて使用でき、取り扱いも容易となったことから、レトロゲームの愛好者からは陳調された。中古市場では、AV 仕様ファミリーコンピュータの方が台数が少なく、高値な場合が多い。AC アダプタと RF スイッチは、旧型機やスーパーファミコンとの共用が可能との理由で、別売とされた。コントローラや、 AV ケーブルなど、旧型機に使用できない、AV 仕様ファミリーコンピュータ専用周辺機器には、ニュー FF マークが付けられた。ニンテンドー以外から発売された、ニュー FF マーク付き周辺機器にはニューホリコマンダー等がある。2003年9月をもって、スーパーファミコンの連価機、スーパーファミコンジュニアと共に製造出荷を終えた。旧型機との主な変更点は、以下の通り、 本体とコントローラのデザイン NES と同様薄い灰色を基調とし、スイッチやボタン類には赤色、濃い灰色、黒色が配色された。コントローラはスーパーファミコンのように丸みと立体感を持たせ A ボタンの位置を変更するなどより操作しやすいように改良された。これらのデザインはカセット差し込み口を除き NES にと共通する。映像。 音声出力コンポジットビデオ出力に対応し、煩わしい RF 接続が不要となった。テレビとの接続には、スーパーファミコン用のモノラル AV ケーブル、または、ステレオ AV ケーブルを使用する。使用するテレビが、ステレオ対応テレビ、または使用するケーブルが、ステレオ AV ケーブルの場合も、音声はモノラルで、出力される。また、S 端子ケーブル、RGB ケーブルは使用できない。 RF 出力端子は搭載されておらず、RF 接続するには別売部品の RF、モジュレータが必要となる。カセット挿入部カセット挿入部の蓋はカセットの抜き差し動作と連動し自動開閉するようになった。旧型機に搭載されたカセットイジェクタ機構は削除されたため、カセットは直接手で引き抜かなければならない。コントローラー接続端子本体前面には、 新型コントローラを接続するための端子部を新たに装備した。この端子形状は NES と同一である。旧型機の本体前面に存在した拡張端子は本体側面に用意され、連射コントローラ、外部記憶装置など周辺機器との互換性は保たれた。コントローラの機能コントローラは本体からの取り外しが可能となり、I-2 コントローラの区別がなくなった。 旧型機の2コントローラに搭載されていたマイク機能は削除された。最後に製造された AV c 用ファミリーコンピュータは任天堂が保管し2003年から2004年にかけて開催されたテレビゲームの展覧会レベル X ではラストファミリーコンピュータの名前で展示された。この本体の製造年月は2003年9月25日。 製造番号は n h 1 1万3 3 3 0 9である。ファミコンボックスの例ファミコンボックスは、ニンテンドが開発し、1986年に交通公社、トラベランド工業より販売された、業務用向きファミリーコンピュータ。本体内に最大15個のファミコンソフトを内蔵する。主にホテルや旅館に設置されており、本体側面に設置されている。 コインボックスにコインを入れると本体に内蔵されたファミコンソフトを10分または20分間遊ぶことができる。制限時間内であればリセットボタンを押すことで他のゲームに切り替えることができる。制限時間1分前には時間切れを知らせるブザーが鳴らされ、さらにコインを入れるとプレイ時間が追加される。コインを追加しない場合はゲームの進捗に関わらず、 タイムアップと表示される画面に切り替わり、強制終了される。課金方式は設置者により他に2種類あるほか、フリープレイモードがあり、これらに設定した場合は、制限時間はない。プレイ中以外は内蔵されたソフトのデモ画面を順番に繰り返して表示する。付属のコントローラと、光線銃は NES から流用され、ファミコンボックスのソフトも、 NES と同じ形状のカセットになっている。シャープ版のファミコンステーションもあり、メニュー画面の任天堂ロゴがシャープの文字に変更されているなどの違いがある。2013年現在でも、佐渡汽船のカーフェリー内や一部の旅館などでファミコンボックスが稼働しており、実際に遊ぶことができる。類似品として、北米市場には任天堂 M82 が存在するが、こちらは、 店頭でゲームをテストプレイするための反則用でも機であった。1990年には後継機として業務用向けスーパーファミコンのスーパーファミコンボックスがリリースされた。2001年発売のニンテンド64用ソフト動物の森ではゲーム内で入手できる家具としてファミコンがあり、プレイヤーの自宅に置くと一部のファミコンゲームがプレイ可能。 続編の任天堂ゲームキューブ用ソフト、動物の森、動物の森でもファミコン家具は継続された。ファミコンミニ、編集詳細は、ファミコンミニを、参照2004年には、ゲームボーイアドバンス向けにファミコンソフトを移植した、シリーズファミコンミニが展開された。第1弾と、第2弾がある。バーチャルコンソール、編集詳細は、バーチャルコンソールを、 参照2006年発売の Wii では、ファミコンなど、かつて発売された一部のコンピューターゲームをダウンロード購入し、遊ぶことのできるサービスバーチャルコンソールが展開された。2011年には、任天堂 3DS、2013年には Wii U でも配信された。ファミリーコンピュータ任天堂 t e n Switch オンライン編集詳細は、ファミリーコンピュータ任天堂スイッチオ Switch を参照。 ニンテンドースウィッチではオンラインサービス、ニンテンドースウィッチオンラインが2018年9月に有料化されたことに合わせて専用ソフト、ファミリーコンピュータニンテンドースウィッチオンラインがオンラインサービスの加入者向けにダウンロード可能となっている。ファミコンゲームが収録されており、オンラインで対戦や協力プレイが可能。また、同ソフト専用として、 ファミコンのコントローラを実物大に再現したファミリーコンピュータコントローラーがオンラインサービス加入者限定で通信販売されている。任天堂クラシックミニファミリーコンピュータ編集詳細は任天堂クラシックミニファミリーコンピュータを参照ファミリーコンピュータを当時のデザインのまま小型化した任天堂公式の復刻版が2016年11月10日に発売された。 ロムカセットを挿して遊ぶことはできないが、当時のゲームのうち30種類が標準で内蔵されている。海外では日本版とは別に任天堂エンターテイメントシステムを模した製品も発売されている。商品名は、米国では NES クラシックエディション、欧州では任天堂クラシック、ミニとして発売されており、国内版と海外版は一部収録タイトルが異なる。 また、2018年7月7日には、集英社発行の漫画雑誌、週刊少年ジャンプの創刊50周年を記念し、同志連載作品が原作となったゲームや同志が制作に関わったゲーム20作品を収録した、任天堂クラシックミニファミリーコンピュータ、週刊少年ジャンプ50周年記念バージョンが発売された。詳細は、ファミコン語換機を、 参照2003年9月の任天堂の正規ファミコン製造終了後も膨大な数の中古ファミコンソフトが日本中に流通しておりファミコンソフトを遊ぶための本体が必要とされているこれらの需要に応えるため及び家庭用ゲーム市場が発達していない途上国向けに2012年現在においてもファミコンのソフトが動作する安価な互換機が多数製造され 国内外で販売されている。非公認ファミコンソフトパッケージデザインの盗作、ファミコンはその影響力の大きさから想像に普通名称化し、テレビゲームの事情に疎い年配層を中心に、テレビゲームそのもののことを指す代名詞として用いられた。任天堂は新型機となる AV 仕様ファミリーコンピュータへの生産切り替えを行いつつ、 日本国内においては新作ソフトの制作、販売を終えた後も、本体の製造を続けていたが、発売から20年後となる2003年9月末、部材調達の混乱などを理由として、生産を打ち切った。累計販売台数約1、935万台の大ヒット商品となった。その影響力の大きさと他のゲーム機と比して、圧倒的な普及率の高さゆえに、 当時の子供たちの遊びや話題の主流を占めるに至ったが、ゲームに没頭し、勉強しなくなるという理由から、ファミコンやコンピュータゲーム全般に対し根強い反感や、嫌悪感を示す保護者や教育者も存在し、ガンとして買い与えないケースも見受けられた。また金銭的事情で、ゲーム機やソフトの購入が困難な過程も存在した。1986年12月、 九州大学教育学部は、ファミコンをやる子は、暴力的傾向が目立つという研究結果を発表。小学校高校学年で、週4回以上ゲームをすることしない子では、物を壊したり暴力を振るいたくなるかの問いに、ゲームをする方が、より多く、そう思うと答えた。さらに、テレビゲームで遊んでいる最中は、自分が全てをコントロールしているなどの優越感、支配感が強くなりがちだという。 結果としては、テレビゲームは、子供の中にある攻撃性を、短絡的に引き出してしまう。子供が、弱者いじめを平気ですることと、テレビゲームの流行は、同じ素地にあるのではないかとまとめられている。また、1985年の、スーパーマリオブラザーズ発売による、爆発的なファミコンブームのおかげで本体が常に、品薄状態になり、 小売店によっては売れ残ったソフトをセットにして売る、いわゆる抱き合わせ商法を行う店も少なくなかった。これは1981年のガンプラブームの時にも見られた傾向である。また、日本を除く東、アジアを中心に、任天堂へライセンス料を払わずに、日本で発売されたファミコンソフトをそのまま違法コピーしたものや PC エンジンスーパーファミコン。 アーケードゲームなどから勝手に移植されたゲームなどの海賊版ファミコンソフトが出回っていた。中には日本製ゲームのパッケージデザインをそのまま盗作しているものまであった。2003年にファミコン本体の特許が切れたため日本でもファミコン五感機が販売されている。しかし日本国内で市販されているハードにおいてもファミコンの人気ソフトを元にして作成したソフトが 内蔵されている場合がある。また海外ではファミコンの特許が切れる2003年以前から任天堂へライセンス料を払っていない互換機が見られた。この中には数百本のファミコンソフトを内蔵したハードすら存在する。2011年からはスーパーファミコン互換機も特許が切れたため販売されている。2011年に 市場派デジタル放送への完全移行が行われたことによってアナログチューナー付きのテレビが姿を消しつつある。ファミコンはアナログテレビの電波信号を使って出力する仕組みでありデジタルチューナーには対応していないので使用することができない。これは他の RF 接続にしか対応していないレトロゲーム機でも起きている問題である。これはアナログ放送でも ケーブルテレビなどで 1CH と 2CH が同時に使われている場合があり、似たような問題が起こっている。アナログテレビ放送と同じコンポジット映像信号を扱える RCA 端子が備わっているテレビであれば、RF 出力の信号をコンポジット出力信号に変換する周辺機器を使うか、新たに回路を組んでコンポジット映像信号を取り出すことで使用が可能になる。 例えば、家庭にある古いビデオデッキなどを変換用に使うなどである。もしくは、コンポジット映像信号を出力可能な AV 仕様ファミリーコンピュータやツインファミコンを使う方法がある。ごく一部では、通常のファミリーコンピュータに電子回路を組み込み、AV 接続対応に改造する業者も存在する。2007年10月31日をもって、 任天堂はファミコン及びスーパーファミコンのサポートを打ち切った。24年にわたり、修理などの依頼は受け付けていたが、本体の製造同様、部品の調達が困難になったことなどが理由とされている。その後、ファミコンミニが任天堂から発売されたことにより、一部界隈では、再び本体が人気となり、フルホニアやリサイクルショップのジャンクコーナーにて本体及びソフトが、 販売される例が目立つようになった。後年になっても主にファンの手により何度か非公認の新作ファミコンソフトが発表されている。例えば2007年には CS 番組 TB ゲームジェネレーション8ビットの魂ないの企画でプロジェクト界からミスタースプラッシュという二人用ゲームが作成され13年ぶりの新作ソフトと称された。 これは翌年発売の同番組の DVD ボックスにロムデータが収録され、一部のショップでは限定特典として実物のファミコン用ロムと基板が自作キットの形で付属した。また、漫画家、イラストレーターの力はかねてより同人ファミコンゲーム、キラキラスターナイトを制作しており、そのロムデータが書籍の CD r o m に収録という形で2013年に販売されている。 その、劇のプロデュースにより、2016年1月30日には、コロンバスサークルから、新作ファミコンソフト、8ビットミュージックパワーが、全国発売された。同作はゲームではなく音楽アルバムソフトであり、なおかつ任天堂ライセンス製品ではないが21年ぶりの、新作ファミコンソフトの発売ということで話題となった。続編。 8ビットミュージックパワーファイナルも2017年4月6日。ゲームについても、上記、キラキラスターナイトに改良を加えたものが、キラキラスターナイトデラックスとして、同サークルから2016年10月6日に発売。裏技と称する、デバッグモードも搭載した。また2017年9月には、平安系エイリアンの移植作、ネオ平安系エイリアンも、発売など、にわかに活気を帯びてきている。 その後も同サークルでは過去の作品バトルキットフォートレスオブペリルをアレンジ移植したバトルキット危険な罠を発売したりオリジナルのリズムゲーム8ビットリズムランドを発売するなど継続的に活動している2020年にはアストロニンジャマンを発売したその他の団体や個人からも例えば2018年にはインパクトソフトから ハーアデウスゼロのベータ版が発売され、2019年にはマスターアップ版も発売予定。2019年には漫画家のムツク製作のポル・ンチャンのおにぎり大好きが発売された。この頃には Windows でのファミコンソフト開発を開設する同人誌が登場し、自作ソフトを書き込めるカートリッジが販売されるなど、ファンの手による開発の仕切りは下がってきている。なお、 音楽目的のファミコン用カートリッジの例としてはファミコンの内蔵音源を利用して SD カード経由で NSF ファイル形式の音楽再生を行う TNSHFC5 等が自主制作ハードウェアサークル TNS から何度か発表されている。これは RF 出力ではなくカートリッジのラインアウトから音声出力されるものでソフトというよりは 周辺機器に近い外装なしの基盤だった。増設ユニット TNS HFX4 を併用することで、拡張音源を備えた一部のゲームカセットの独自音源で再生することもできた。また、2018年には、任天堂ス e n d o 版、シュタインズゲートエリートの初回特典として、ダウンロードソフト、ファミコレ a t v シュタインズゲートが制作された。 こちらは動作こそ、任天堂スイッチ Switch 上で行われるが、ロムデータは、実際に、ファミコンの環境で動作するものとなっており、任天堂の許諾を得て、カセットを作成し実機で動作させている映像が公開されている。このカセットは一般には販布されないが、公式の許諾を得ているソフトとしては24年ぶりの新作となる。 最後の任天堂公式ソフトは1994年6月14日発売の高橋名人の冒険島法であるが非公式ソフトのリリースは2020年現在でも続いている。ありがとうございます。